はい、次はですね、こう手に持って撮るということはよくあると思います。こうやってね、手に持ってこうやって撮ったりすることってよくあると思います。でね、この状態ではわからないんですけれども、拡大してみると結構ちょっとブレてた、ピントが甘いとかっていうことがよくあると思います。これは片手でこうやって持ってるからなんですね。片手で持つとやっぱりブレやすいんですね。ですのでこういう時はちっちゃい三脚を絶対使いましょう。小さい三脚っていうのはこんなんでもいいです。こういうあのグニュグニュって動くゴリラポットっていうんですけど、これちょっと重たいめのやつがいいんです。もっとちっちゃいやついっぱいありますよね。あれでもいいと思います。ああいうね、あの卓上三脚みたいなのを用意して、ちょんと置いて使うといいです。テクニつけてみました。こうしますとブレずに綺麗に写真を撮ることができます。はい、でですね、この三脚を使った写真の撮り方をしますとさらに良いことがあって、例えばですね、こういうふうにまあ持ちますよね。で、例えばピンセットを持ってここをこういうふうにする、ここが気になり、ここを直しましたとかっていうね、ところを指さして、このピンセットの先で指さして撮るっていうこともできます。当然カメラ押せませんのでセルフタイマーにします。10秒ぐらいが使いやすいと思います。でピンと合わせて押します。カウントダウンが始まったら所定の位置に持ってきて、こうですね、はい、でさっきの写真、この写真をトリミングします。そしたら、余計な背景はなしで綺麗な画像をね、手に入れることができます。三脚を使うのが面倒であったり、置く場所が十分に確保できないっていう場合はですね、例えばこういう塗料の、容器なんかも、活用してですね、ここにこういうふうに置いてですね、そしてこう撮るというようなことをしてもいいと思います。とにかくですね、ブレを防ぐように撮るというのも、とても大切なことですので、ぜひ活用してみてください。で、そういうのもしない、そういうのをしてもまだダメだという場合はですね、もしくは高さが合わないとかいう場合はですね、カメラの設定を変えることでね、乗り切ることもできます。今オートになってるんですけれども、まあ、例えばこのカメラでしたらここでオートでね変えれますね。でオート、シーンですね。だいたいどのカメラにもシーンっていうのがついてます。スポーツモードであったり、夜景を撮影するモードであったり、人物中心モードとかいろいろありますよね。まずモードを選びます。今ちょうど出てきました、高速シャッター。ゴルフをしてる絵が出てるんですけれども、要はスポーツモードとかね、いう言い方をしてます。そのモードですね。他にもビーチ、風景、夜景ですね、いろいろありますが、今回は手ブレを防ぎたいので高速シャッターを選びたいと思います。この高速シャッターを切る状態にしますと、感度が上がりまして、高速シャッターが切れるようになるんですけれども、その分ね、感度が上がりますとノイズが多くなってしまいます。画質が悪くなってます。こういう弊害が起きます。もちろんカメラが新しくなればなるほど、そういう弊害は減ってきて、最近のカメラではかなり高感度でも綺麗に撮れますので、大丈夫かなと思うんですけれども、やっぱりね、どうしてもちょっとそういうふうな弊害があるんだということは理解して、使いたいと思います。背景にこういうような紙を引きますとちょっと暗く映ってしまうことがあります。これはですね、カメラが白い明るいものが多いので明るいと判断して暗くしちゃってるんですね。だからちょっと映しにくいっていうことがあります。そういう時はですね、露出補正っていうんですけれども、要は露出というのはその明るさを意味するんですが、それを調節してあげます。このカメラだとここですね、メニューの中の 0EV って書いてあります。 EV という表現ですることが多いんですが、これですね、大体どのコンパクトデジカメにも必ず入ってますので、プラスマイナスで表示されていることが多いです。これを上げてあげます。わかりやすくするために2まで上げてみましょう。すごく明るくなってますね。
はい、ちょっと明るすぎるかもしれません。もうちょっと下げてみましょう。1ぐらいにしましょう。ちょうどいいぐらいですね。はい、ということですね。